悪の経典の役柄っていうのは、まあ、いわゆる、英語の教師で生徒にすごく人気のある教師で、だけどもこう邪魔になるものは全員消していくっていう、サイコパスという性格を持った教師を演じてるんですけど、まあ、映画ではこう日常が壊れる恐怖を描いていて、今回のドラマではその日常の中に潜む恐怖を描いていて、こう、まあ、蓮見というのは、サイコパスでありながら、ものすごく IQ の高い人間で、まあ、その IQ を駆使してその日常に潜む恐怖っていうのを、演じてます。もうものすごく原作がすごく面白くて、脚本もよくできていますし、まあ、サイコキラーを、シリアルキラーを演じるということでいろいろこう考えたりもしたんですけど、やっぱ結局現場に入ったらこう監督とともに、そこにいるキャスト、スタッフとともにこう役を作り上げていくっていう感はありましたし、まあ、昼夜逆転でどうしてもその文化祭の前夜に起こった殺人劇を描いているので、夜の撮影が多いので、昼夜逆転の撮影が1ヶ月ぐらい続いたっていう点でものすごく大変な感じはありましたけど、全て監督と一緒にこう役作りができたと思うので、それすごく楽しかったです。僕以外のキャストっていうのはアメリカ人、外国人っていう設定 でも最初はやる前って結構不安だったり怖かったりしたんですけど、だけど情熱と何をそこでやりたいか、何を見せたいかっていうものさえ持っていれば、本当に言葉なんか関係なくて、本当に同じ仕事をしている者同士、俳優同士の何かが生まれて、でお互い認め合ったりで、いい仕事をできたら称え合うっていう、なんか逆にこう言葉がね、まあ、もちろんコミュニケーション取れるんだけど、言葉がやっぱり違う分、なんかいい仕事をできた時にこう称え合うっていうのはものすごく気持ちいいですよね。なんかね、うまくその伏線が張ってるので、両方ともだからどちらから見ていただいても楽しめると思うので、本当に両方合わせて見ていただいたらすごく面白いと思いますし、まあ、この BTV のドラマ版を見て、それで映画館に足を運んで映画館を見ていただいて、またドラマに戻っていただいてもいい作りになっていると思います。BTV で映画をやって今回のドラマをやるっていう新しい試みなので、すごくそれがどうお客さんに受け取ってもらえるかっていうのはすごく楽しみですし、まあ、こういうものが、こういう形態が、こういう形がこう日本が発信するものとして、こうアジアから行けたらいいなっていうのを思います。